guys, I hope you guys are doing well. 今回の動画では初めてダウンタウンに行った日とグランビルアイランドのパブリックマーケットに行った日の様子をお届けします。 Now let's get started with the video. まだバンクーバーのものの大きさに慣れていなくて全てのスケールに驚かされます。だんだん電車にも慣れてきました。思っていたよりも時間通りに来るのでとっても使いやすいです。コンパスカードというものを使って簡単に定期のような形で使っています。電車の大きな窓からたくさん自然が見れて綺麗です。空がすごく広いですよね。道具が途切れ途切れになってしまっているんですけれども、ここがグランビルアイランドの入り口だと思います。バンクーバーの定番の観光スポットなのでやっと来れて嬉しかったです。天気がとてもいい日だったので人がたくさんいました。みんなアイスを外で食べていたりランチをしている人がたくさんいました。私もこのジェラート屋さんでアイスを購入しました。船だったりボートに乗っている方がたくさんいたので私も今度来たら乗ってみたいなって思います。マーケットでは本当にいろんなものがありました。スイーツ系だったり野菜だったりあとは飲み物もたくさんありましたし、チョコレート系もたくさんあった印象があります。このリンゴ飴がすごく大きくてびっくりしました。結局私はジェラートしか食べなかったんですけれども本当に見ているだけでもいろんなものがあって楽しかったです。今度は何人かできていろいろシェアして食べたいなって思いました。チーズもいろんな種類が売っていたので今度また来てちゃんと買いたいなって思いました。このスイーツ屋さんも一つ一つがものすごく大きくてびっくりしたんですけれども、特にこのチーズケーキが美味しそうで食べたいなって思いました。ジェラート食べた後だったので本当にまた絶対行きたいなって思ってます。このチーズケーキ次はチャレンジしたいです。チョコレートケーキもすっごく美味しそうですよね。他にもこうやってパン屋さんだったりお惣菜屋さんもたくさんありました。ご視聴ありがとうございました。これからもたくさん Vlog を載せていきます。Thank you for watching. Bye guys!